今日は2024年10月11日金曜日1時32分ですね。2024 October 11th Friday 1:32 PM。新聞の一面は石破総理大臣が ASEAN の会議に出席して、中国の首相と会談して、戦略的総合関係推進を確認しました。まあ、仲良くしましょうという話だな。あ、いいことですね。ニュースレッドファーストページ、プライムミニスター石破ジョインド ASEAN and meet the Chinese ministerAnd 戦略的相互関係を推進を確認した。戦略的相互関係というのはストラテジックミューチャルベネフィットプロモート、レッツプロモートだ。でコンファームトゥプロモートストラテジックミューチャルベネフィットですね。Let's get along. It's very good. そんなことね。まあ中国というのはいろいろ問題があって、まあ日本との領土問題もあれば、フィリピンとの間でも領土問題があるし、台湾は自分たちと同じ国で、台湾の独立は認めないとか言ってるんでね。There are a lot of problems about the China. Dispute the island.Between the Japan and between the Philippines also, and they do not accept the independence of the Taiwan, one country policy. まあ、ともあれ仲良くすりゃいいんだよな。 Anyway.Just get along with the good. だから一番おバカなのもね、例えば領土の取り合いでね、この島は自分のもんだつんで、戦争が起きて人が殺し合う、無人島の取り合いで人が殺し合って国民の命が犠牲になるちゅうほど愚かなことはないやな。 It's a very stupid behavior.Try to get the no people island and people lose their life. Very stupid. しかしそういうことがしょっちゅう起きてんだよな。 But such an incident happened many times in the history. だから私が言ってるのは、戦争というのはおバカな政治家の外交の失敗によるよを国民の命で償うことですよということですね。で、I said the war is diplomatic failure by the stupid politician. People spend their life. そういうことだけどね。まあ仲良くすることはいいことです。Just get along is good.
ないなのか。決まりを破れば終わる人を言う。秩序を乱せば終わる人を言う。みんなと違えば終わる人を言う。自由に生きれば諦めることは悪くないのか。加担することは悪くないのか。見て見ぬふりは悪くないのか。差別することは悪くないのか。締め出すことは悪くないのか。会社の中だと悪くないのか。みんながやるから悪くないのか。ということです。